キチャンネルジョン、こんにちは。さあ、キャンプ目前サバイバルポジションはどこだっていうところでね、はい、今回は約半分ですね、今日でね、はい、広島カープ、新監督新井貴浩になって、そうだ、逆襲のカープになるかっていうところでね、まあキャンプね、まあ多分秋のキャンプでも言ってたもん、坂道ダッシュしてたら、うん、もうきついの、まあ、参考までにね、うん、ちなみに俺はこれを毎日50本やってたって言ってた。言ってたんですね。新井ちゃんはめっちゃ練習するから、はい、だから選手たちも多いとか言えないと思う、新井ちゃんがめっちゃやってたから。ちなみに俺はこんだけやってたけどねって言われて終わりだからじゃあやんなきゃってなりますね。そうそうそう、だからそんだけできついんだ、俺はちなみにこんだけやってたけどね、参考までにみたいな、うん、その量が半端ないからね、新井ちゃんの場合はね。そこはなんか優しいハードスケジュールになるからね気持ちは優しいけどやることハードみたいなね、はい、でその中で、はい、野手ね、うん、サバイバルポジションないね、ないノーサバイバルだね。新人監督になるのにノーサバイバル、うん、これがね、結局監督変わってもポジション決まってたらやること変わんないから、はい、どう底上げできるかどうかが難しいところなの、うん、だってキャッチャーは坂倉で行くでしょ、はい、でファーストはマクブルームでしょ、はい、でセカンド菊池でしょ、うん、でサードは新外国人のデビッドソンでしょ、でショートは小園でしょ、はい、で外野は西川、うん、野間、秋山、はい、もう、うん、終わりです。あ、確かに。だからもう怪我しなかったらノーサバイバー、はい、どこも全部一緒。だからそのバックアップも上本が、上本ね、うん、で堂林、うん、中村翔成、相澤、うん、で、まあ、宇草、磯村、うん、いますね。で中村健人、末金、うん、ね、で松山、大森、うん、ね、矢野選手、初期、うん、まあ、ここら辺がベンチ、まあ、2番手を含めて競争だね、はい、でももう野手はノーサバイバルだね。私なんかいい選手多いですね。そうなの、だから俺は言ってんじゃん、うん、3位って。はい、あ、そうですね、まあ、浜さんは最下位だけどねいい選手多いじゃんって言いながら最下位予想だけど、確かに今こうやってこうじっくり見てみると、あ、なんかいい選手多いなと思いますね。じっくり見て順位予想してじっくり見て、だっていきなりあの時、じゃあ今から順位予想するからって言うからっていう言い訳です、はい、じゃあ変える。あ、それはじゃあどこが最下位、それは開幕前にやるんです。それは開幕前、中日ですか。いや、わかんない、それはわかんないです。巨人ですか。どうかな、どうかないや、開幕前注目だね。俺はもうちなみにいい選手いるやろ、だから俺ちなみに3位に予想してるんだけども。そうですよね、台風の目で来ましたもんね。はまればね、うんうん、でしかもまあほぼほぼ固定メンツでから、はい、まあ怪我しない、まあ西川去年怪我したからね、うん、怪我しないっていうところと、やっぱ新外国人のサードをね守るかもしれないこのデビッドソン、はい、こいつがどこまで爆発力あるかにもよるけどね、うん、ここが不発だとまたサードに上本とか、はい、まあ林とか、うん、っていうところがね入ってこなきゃいけなくなるから、はい、若干ここはね頑張り次第ではバッティング能力が落ちるかもしれないけどね、うん、まあここどうなっていくかっていうね、うん、ところはあるけども、攻撃陣はもうそうですね、うん、ノーサバイバルよ、はい、でピッチャーはね先発、うん、はい、まあ、ほぼ確は栗、うん、大瀬良、はい、森下、まあ、そこはもう三本柱ですね。で床田、はい、多分この4人はもうほぼ確なんだよ、うん、であとはまあアンダーソン、はい、外国人は多分まあ最初はね入ってくるんじゃないのかなと、はい、思うけども、だから5人、はい、だから枠1つ、うん、枠1つの中でだから森ね、はい、去年新人で初勝利を挙げた森、うん、でまあ野村、はい、あとはまあ玉村とかね、遠藤、うん、だからまあヒットは遠藤だね、去年の成績見てたらね、そうですね、だからもう先発もね、うん、ほぼ確なる、うん、感じがね、はい、でリリーフ、うん、まあ、守護神がね栗林ね、はい、でその前に矢崎ね、うん、で島内、はい、で松本、うん、でターリー・コルニエルっていうところが入ってくる、うん、で堀江、はい、でケムナ、うん、森浦、はい、まあ、方角なんだよ、うん、だからもうほぼ投打含めて、うん、ほぼノーサバイバー。でもあれですよ、ルーキー即戦力と言われる社会人から取ってきてますよ結構。そう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 、だからまあそこら辺がね、うん、若干ね不安要素もあるわけよ、はい、島内とかね、うん、遠藤っていうところもあるし、はい、まあ、ターリー、コルニエルも、まあね、両方が一軍に入ってくるのかどうか、うん、まあ、コルニエルはどうなのかっていうね、ターリーは入ってくるにしてもね、はい、うんうん、あとは、まあ、ケムナとかね、はい、とかもそうだけど、もう絶対的安心感で去年あったのはもう矢崎、栗林って言ったところだから、はい、まあ、他もね頑張ったと思うけど、だからそこにね
こうどこ入ってこれるかっていうチャンスはあるよね、はい、でもまあまあそこが押し上げなくても、うん、だから押し上げなかったら困るなっていうチームもあるじゃん、はい、巨人とかみたいにもう頼らないかみたいな、もう誰もいないから誰かハマっていかないとってあるけども、うん、カープは投打見ても、はい、ま、万が一新戦力がハマらなかったとしても、うん、大きくチーム力をそがれることはそんなないのよ、うん、いやなんか人安定してるな、うん、で左で言うとジャイアンツからね、はい、現役ドラフトで来たトネ、はい、これがまあどこまでうまくね入っていくかっていうところもあるけど、うん、左はね森浦で、カニエ、違う、はい、ホリエ、ホリエカニエじゃねえよ、間違え、2年くらい前に間違えた、ね、カニエ系統じゃないんだからお前読みたくなりますよね、カニってね、ホリすいませんね、ホリです、はい、ホリエ、ね、ここがいるからね、まあ、そこにトネがどこまで入っていけるかっていうのもあるけども、はい、まあ、新人のね、うん、まあ、川野、そして増田、はい、っていうでところがね、どう入っていくのかっていうところと、左の、はい、長谷部ね、うん、こうリリーフね、長谷部銀次投手、うん、もう、うん、で、まあ、高校生の斉藤ね、はい、これはまあ未来的にっていう感じだけども、うんうん、だから結構固まってきてるのよ、いや人がいますね、そうなのよ、うん、だからこうでその中で必ずやらなきゃいけないことは、うん、絶対やらなきゃいけないことでミスしちゃ負けるのよ、はい、でその一番の去年の要因は、うん、やっぱり栗、大瀬良、森下で大幅な貯金を作れなかったこと、うん、この3人で借金だからね、そうですね、栗投手が6勝9敗、うん、で、大瀬良投手が借金1、うん、で森下投手が貯金2なんですね、この3人借金なんて考えられないじゃん、本当ですね、だからこの3人で、うん、貯金10から15だね、うん、はい、これを達成できれば、うん、A クラスは確実なのよ、うん、はい、でしかも去年もね交流戦5割だった A クラスだったわけ、うん、西武との戦いではね、はい、だからそう考えてもノーサバイバーではあるけども、うん、ここで仮によ、うん、ノーサバイバーなんだけど下からの押し上げもこの決まってない選手でいい選手がいっぱいいるのよ、はい、正直ね、うん、他のチームに比べたら決まってないけどいい選手がいっぱいいるから、うん、決まってるのにその次に行くだから層がちょっと厚めなんだよね、はい、だそういった意味ではそこがもっと押し上げていったら、うん、かなりの層が厚くなって、うん、疲れてるから簡単に休ませようとか、はい、怪我した時にバックアップ行くって選手たちの層が厚くなるから、うん、チームとして1年間戦いやすいから、はい、そう考えても、うん、強いのよ、なんかもうこれで負けたら、はい、新井ちゃんのせいだよ再編のせいってことですかいやでも確かに今こうやってメンツをガーッと見てみたら、うん、最下位じゃない気がしてきました、そうなのよ、だから、うん、そこがね、だからその代わり既存のね、うん、こう決まってる選手、サバイバルがないだけに、はい、決まってる選手たちが絶対的な、うん、必ず課された結果を残さなきゃいけないっていうノルマはあるんだけども、うん、力あるから、はい、これ勝っていけば、うん、あんのよ、そうですね、うん、ありますね、まあ、あら、さあ、ちょっと開幕前注目っすね、そうですね、ちょっとどこ落とすのか、どうしようかな悩むな、いやこのいいですね、なんか戦力分析になって、そうそう、でも、まあ、あとはねキャンプの中でどうなるかっていうところだけど、はい、まあ、一番の注目はやっぱりこのね外国人選手の、はい、このデビッドソン、うん、とあとはそのルーキーのね、さっき言った長谷部、増田、河野、うん、この選手が注目どころだから、うん、そこらはちょっとキャンプでね、はい、しっかり見ていきたいなっていうところあるけども、うん、あと秋山はね、はい、去年は途中からだったけど、まあ、今年は万全を期して1年間いくから、そうですね、去年の活躍っていうね、さらにもっとね、うん、いい数字残してくれることがね、はい、多分期待できるから、そこがハマっていけばね、はい、わちょっとなんか上がり目がめっちゃ見えてきました、うん、そう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 、まあ、農さんで新井ちゃんのね、はい、練習で多分めっちゃしごいていくと思うんでね、はい、力を上げればキャンプも面白いことになるんでね、そういったところの練習、あとは新戦力の状況をね、うん、キャンプは見ていきたいなっていうところと、まあ、ほぼノーサバイバーだね、はい、まあ、投手が1個2個空いてるかなっていうね感じだけども、はい、どこまで底上げできるかが勝負ですね、はい。